Twitter でどのアクセントがよく使われているかを調べています。この場合ですとお金持ちが一番多いようです。漢字2文字が2つ並んだ場合はなかなかの複合語になる場合とそうでない場合があります。電撃引退。過去最大。梅毒急増。図画工作。自動停止。内部告発。資格取得。資格取得も多いですね。表示回数。学級閉鎖。放射冷却。全員卒業。情報流出。円高進行、円高進行、どちらも同じほど使われているようです。